エルを倒した方向に歩く。はい。走れない。今日はゼロ。濡れガラスの巫女。やっていきます。いや、最近ホラーが多いからな。まあ、これリメイク版みたいですよね。オプション、まず。カメラ感度。まあ、普通でいいか。音は？ちょうどいいぐらいだよね。明るさちょっと明るくしようかな。この、今使ってるモニターが、字幕オン、音量大きめ。OK。今使ってるモニターがほんと暗いんでね。もう最大まで上げててもマジで見えない。ん？みこもり、ひなさきみゆ。主人公の名前か。進む。女って書いてあるか、女将か。神隠し、前触れもなく人が忽然と姿を消す。手がかりはなく、失踪者の行方を知ることはできない。神隠しにあった少女ミユ。彼女が目覚めたのは、半ば水没した古い建物の中だった。起きたら水没した建物の中って、もうその時点で結構怖いもんね。ほぼほぼ言ってるな。これ何、髪の毛が。あ、髪の毛だ。めっちゃ髪長い。これがミュウちゃん。いや、そりゃ寒い。ここは、うお、めっちゃいる。どこか出口は。 R で周囲を見回す。あれだ。え？L を倒した方向に歩く。はい。走れない。部屋の出口を探す。これと開ける丸。え？開かない。強い力で抑えられているような。開かない。走れないね。あっちにもある。もう。でかくない？この人。
オッケー。出口を探さないと。あ、オートセーブなんだね。見回す。走ることはできない。あ、これ普通にある。ん？これ何？あれ？これ一応、あ、これダッシュか。走れるじゃん。廊下の奥から明かりが差している。怖っ。追ってきてる。逃げないと。はい。また閉められたな。どういうこと？L2 で正面にカメラを向ける。あ、こういうことか。で、大丈夫。ボスっぽいの出てきたな。城を向く。え、ちょっと待って。え、何、これダメージ食らってるよね。逃げなきゃ。こっちじゃダメなの。こんなことよりこの走り方がすげえ気になるんだけど。もっともっと真剣に走らない。その走り方は絶対に切羽詰まってない走り方だよね。髪の毛。気持ち悪い。やばい、どんなプレーだこれは。というわけ、その声は山頂の社に封じられ、誰一人として聞くものはなかった。開くものは、聞くものはかな。この物語は一つの山を舞台に、ユリ、レン、そしてミユ、3人の男女によって織りなされる。怪異幻想譚である。怪異幻想譚、怪異幻想譚。あ、どっちでもいいか。水こもり。一
地の雫残影。小塚優里っていうの。めちゃくちゃ難しい。氷上山と呼ばれる霊山の近くにのみ伝わる特殊な力。影見。影見の力を持つ者は神隠しされた人や物の影を追うことができた。ほう。その日、小塚優里は居候先の主人であり、影見の力を持つ女性黒沢ひそかとともに日の神山にある廃旅館を訪れていた。優里に影見の力を感じた誰？みつか？あ、ひそか。さっきも出てたわ、そういや。ひそかはその力の使い方を教えようと影見の仕事に連れ出したのだった。ちょっとキラキラネームすぎるだろ、みんな。名前だけならまだいいよ。名字もキラキラネームだからね。死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。何これ。探し物は多分ここよ。廃旅館か。これがヒソか。ここから先はあなたがやってみて。あ、これをカメラ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。Okay. 扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。周囲を 見回す。こう。遮影機が映し出すものは隔離よ。 R2 で撮影。つまり隠された。これ音ずれてない？それはここよ。合ってんのか。死後の世界に近いもの。見えてしまったものにあまり深く関わらない。構えてまま2つ目の丸を探す。隔離に引き込まれてしまう。2つ目の丸を探す。あ、上下。あ、コントローラーをずらすとこれか。2つを同時に撮影。3つ同時撮影できねえ。を同時撮影。あ、これでロックオンか。はい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 。難しい。変わってしまったよ。オッケー、いいよ。これを持って。弔写真。これが。今回のよすがあなたが探すものの手がかり。よすが。焦らないで慎重に行きましょう。マップ。さあ、これマップ。あ、そういうことね。中に入って。 L1&4 四角でフォトモード起動。ん、気に入った場所を見つけたら撮影していきましょう。
走る射影機ってどうやって使うんだっけ。まあ、とりあえず走るか。すげえ格好だな。下にスパッツみたいなのを履いてん。その写真は弔い写真、死者を弔うために撮られた写真で、レンからの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、怖い。他にもないか調べてほしいそうよ。いや、下にスパッツ履くんだったらこの上の服をまずやめりゃいいんだよね。いや、いいんだよ、別に全然いいんだけど。あー、なんかいる。誰だ。人？生きてる人？死んでる。ひさかさん！このひそかさんが首につけてるやつってこれ何なの？なんていうファッションなのこれ。たまにいるよね。ユーリ、待って。気配を感じるわ。 R2 を押し続けて行き先を探る。それはヨスガが見せる。ああ、そういうこと。残影、残影は目的のものへの手がかり。調べる。打ち付けられていて外には出れません。なんかあるやん。射影機。うわー、かかとだけ取れた。ちょっとアングルもう少し下から、下からいけない。この部屋かしら。鍵がかかっている。鍵が必要ね。射影機を使ってみましょう。どういうこと。レイシー、射影機を通してみると通常見えないものが反応することがあります。写真に写り込んだ場所を探し出せば何か見つかるかもしれません。反応、あ、これね、撮影。なんか映ったの？ロックオンして、あ、こういうことか。何、どこ？どっかのタンス？の中か。どっかの部屋の押し入れの中が光っている。タンスの上に人形が置いてある部屋。なるほど。ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。なんかいるやん。足、上に足あるって。
いない。これだ、人形がある部屋の、これ遮影機かな、違う。赤いキーホルダーの鍵。OK。いるいるいる。いるって。取れた？これ、あれ？消えちゃった。遅かった。まだチュートリアルみたいなもんだね。もうこの鍵は必要ないみたいだ。捨てますか。はい。この部屋にあるようね。探してみましょう。あ、いるって。いるって。ユーリ。遮影機で探してみて。隠されて見えなくなっているのかもしれない。いいね。隠され、あ、これ待って、ユリ、そこに何かあるわ。呼び戻し。隠されたものは場所を示すことがあります。キャプチャーエリアの傾きに合わせてL2 を押しながら R2 で呼び戻し。え？こういうことか。これ、いけた。結構難しいな。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。 OK、 そうしよう。ここはあまりいい場所じゃない。そりゃわかるよ。怖いもんね。でもあっちにも部屋がある。ちょっと気になっちゃうね。奥に黒い土が見えている。ん？うん。上にいるって、ほら。これ取るんだって絶対。こっち？ユリ、今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。この、あ、なんかあるじゃん。氷上山の霊楽っていうのかな。氷上山は昔から霊場、霊場として崇められており、
古い社など歴史ある建物と大華橋、みそぎが淵に代表される自然信仰を感じさせる地形で参拝客を集めていた。また山頂の彼岸湖から流れ落ち、麓の水こもり池に流れ込む豊富な水は、大小の滝や清らかな川、多くの水をたたえた淵など、携えた淵なの美しい水の風景と神秘的な森を潤し、観光客、登山客も訪れていた。山のふもとにある池のほとりには温泉旅館。があり、参拝客、登山客の疲れを癒していた。しかし今は寂れ、訪れる者はいない。神山は大きな地滑りをきっかけに変わってしまった。山頂へと至る参道は途切れ、山中を巡っていた水の流れは変わり、風景は一変した。観光地として整備されようとしていた道路の工事は中断された。一る層も大量の土砂に埋まり、従業員の家族を含め、多くの死者が出て廃業を余儀なくされた。観光地、氷上山は死に、人々が去った後、再び有名になったのは自殺の名所としてだった。死にゆく者が入る山という言い伝えのためか、今では自殺志願者や心霊スポットとして肝試しを目的とする人が訪れるようになっている。なるほどな。あれ？今一瞬あっちになんかいなかった。気のせい。この走り方よ。もっと切羽詰まって走った方がいいよ。まさかまだお前自分が死なないと思ってるんじゃないだろうな。痛いよカメラか、やっぱり。おー、音量は攻撃や組み付き攻撃をしてくる。 R2 で反撃、 R2 で反撃、価格変化中。撮影された霊がひるんだ。射撃を使えば霊を追い払えるかもしれない。攻撃、撮影すると攻撃ができます。フィルムが1枚以上必要です。射撃を構えて、ちょっとで、攻撃できた。 OK、 センターサークルに四角を捉えて、 OK、 倒した。もう一体いる。はい。このちっちゃいのはね、あったっけ。オッケー。お。こうか。
ロックオンだ。ロックオンすれば。今だ今。オッケー。これで。あれ消えた。おいたいたいた。霊変が飛び出します。少し。霊変は音量の体力を少し回復して、霊変は撮影することができる。まあ、なるほどね。あの、飛び散ってるやつも消さないといけないのか。5個以上撮影対象があるときがシャッターチャンスです。シャッターチャンス撮影は音量をヒットバックさせます。キャプチャーエリアなどが各変化します。音量と霊変で合わせて5個以上ある場合、自分と敵の位置や傾きを調整しつつ、シャッターチャンスを狙うと効果的です。なるほど。これで、これが5個入るようにすればいいってことか。はい。一応これで霊変が消せる。今の赤いのがシャッターチャンスか。5個以上、どうやって、構えて、5個以上こういうことか。音量が攻撃する瞬間など一部の行動にはフェイタルフレームというチャンスタイミングがあります。キャプチャーエリアなどが赤く明示します。さっきのやつか。フェイタルフレームを撮影すると音量のヒットバックに加えてフィルムが減らず連続撮影できるフェイタルタイムが発生します。敵が近くてシャッターチャンスが狙えないときはフェイタルフレームで敵に反撃するのが効果的です。これか、これだ、これ。あー、これで反撃で、フェイタルフレーム。音量を引き連れ、音量の攻撃などを待つ。まあ、要はカウンターを食らわせろってことか。これだ。ああ、それでヒットバック。攻撃可能な距離、攻撃力。射影機による攻撃には射程距離があります。ある程度近づかないと敵に攻撃することができません。丸が大きいほどダメージが大きくなるため、あ、なるほどね。これが大きくなるほどでかい、でかい、でかい。え、めっちゃ逃げてるけど。危ない危ない。おい、これでヒットバック。いなくなった。どこ行った、どこだ、上、違う、いた、近づいて、ここ、ここ、フィルムが溜まるのを待たないと。ここで、こう。でかい。近づいて、ここ。オッケー。なるほどね。まあこれチュートリアルの戦闘だからいいけど、これいっぱい出てきたら対処できるのかな。とりあえず逃げながら写真撮って、逃げながら写真撮ってっていう感じか。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。今さら。私は。
どういう状況？どういう状況？何すんの？何？やめろ。やめて。ちょっと待って。何の儀式これ？あ、起きた。これが3人のうちの主人公の一人かな。レンって言ってたっけ。またこの夢か。あの先生。あ、違うわ、こっちにいるじゃん。先ほど黒沢さんがいらっしゃって。どっちが主人公？ああ、ひそかが来たのか。見つかったそうです。本当か？受け取っておきました。めっちゃ似てない、この二人。ああ、さっきの写真？ひそかから影見を教わった優里は、日上山の廃旅館から、北条蓮の依頼品である戸村写真を持ち帰った。その蓮は一つの悪夢に悩まされていた。幼い頃、自らの手で一人の少女を手にかけた。それはただの夢なのか、それとも自分自身の体験だったのか、真実はまだ闇の中であった。はい、衣装変えれる。私服。え、待って、変えない。どんなの？どんな感じなのか見せてや。ゴスロリ。待って、これ水着だって。あ、早く変えたい。これどうやって変えるんだろう。これはちょっと楽しみだね。はい、ということで今日はここまで。まあ今ようやくチュートリアルが終わったようなもんかな。ちょっと面白そうだね。まあ続けていきますんで、よかったらご視聴ください。本日はご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。